菅一郎は、日本の俳優、映画監督。サイレント期から戦後にかけて300本を超える映画に、出演し、名脇役として活躍。溝野口賢治、新藤兼と、吉村幸三郎らの作品に多く出演している。戦中に、俳優集団、第一教団を結成しており、戦後には日本の監督作を発表している。 1907年7月25日、京都府京都市六原に生まれる。7歳の時に、父と死別し、父方のおばのもで育った。子供の頃から活動写真の大ファンで、小学校5年の時に、尾上松之助を訪問したこともあった。旧西京都中学校を中退後、鈴木伝明の書生を経て、1925年に、日活大将軍撮影所に入社。 同年、貧者の勝利に、中国人ギャングの古文役で出演して、映画デビューした。舞台歴もなかったため、映画館に通い、コンラートファイトなどヨーロッパの映画俳優の演技を、勉強しながら、村田実監督、町の手品師や内田トム監督、競争3日間などに、早くで出演。その後、長兵で2年間兵役に着き、除隊後日活通ず撮影所に復帰。 1931年、内田監督、ジャンバルジャンに、ジャベール系部役で出演、ハズミツネオから、水際だった公演と評され、出世作とした。1932年、イリエプロダクションの創立に参加し、同社第一作の、マンモー建国の霊名でイリエを助演。続いて、溝口健二監督の、滝の白糸で氷菓子を演じて認められた。 1933年、イリエプロの提携先である、新興キネマ、うずま撮影所に移籍1934年には、村田ミノルラと東京撮影所に移り、溝口監督、アイオン村田の遺作、新月賞等に出演。1937年、死縮する村田と妻が死去するという板手を追うが、水谷博士の勧めで絵筆を持つようになり、 生涯の趣味とした。1939年、新興現代劇部の革新を目的に、清水正夫、河津ブローらと水曜会という研究会を結成するが、会社側はそれを受け入れなかったため、1940年に、彼らとフリーランスの俳優集団、第一教団を結成して、新興キネマを退社。 南左官映画制作の南風高協楽出演後、豊田志郎監督、小島の春で一代の名演技を見せ、後に自伝で演技開眼したと書いている。1942年、第一教団後と東方と契約を結び、黒沢明監督のデビュー作、姿、三史郎などに出演。戦後の第一教団再建後はフリーとして、各社の作品に出演。 五所平之助監督、面影の老博士役、小津安二郎監督、爆臭の老夫役など、40代そこそこという年齢の割に枯れた芸風を見せており、名脇役として名だたる監督から起用された。その中でも、溝口健二監督作品には、戦前期から常連出演しており、計15本の監督作に出演している。 1949年公開の我が恋は燃えぬの撮影中には、溝口から君は脳梅毒です。医者に見てもらいなさいと言われ、スリッパで殴られたというエピソードがある。また、1950年代の新道、金戸監督作品のほとんどにも出演しており、計11本の出演作がある。新道の名優である吉村幸三郎監督作品にも、 連続出演しており、他黒沢明、市川根監督作品にも多く起用されている。やがて監督業にも進出し、1954年に泥だらけの青春、1957年にフランキーの宇宙人を発表している。1960年代からはテレビドラマにも活躍の場を広げている。 1973年8月11日午前11時45分、心不全のため、東京女子医科大学病院で死去。66歳没。最核一大女左から田中絹代、松浦月江、菅井。太字の題名は、キネマ旬報ベスト10にランクインした作品には、黒沢明監督作品。星印は、溝口健二監督作品。ありがとうございます。